はい、皆さんおはようございます。今日もアメリカの時間の5月29日水曜日なんですけども、日本は木曜日でございます。皆様いかが過ごしようか。今日も、福岡県北九州市お寮からお送りいたします。コーチアレックスでございます。今日もお使いくださいませ。さて皆さん、大谷さんの14号が出ました。5打席目に出ましたね。一番最初打った時に、今日のゲームではなんか雰囲気良くなってきたなと。今まではね、このタイミング合ってなかったんですよね。それで1球目はね、飛ばしたから、ライナーで飛ばしたから、これはいけると思ったら、2回目と3回目、2回目はゴロになったから、ちょっとやばいかなと思ったら、ちゃんと RBI シングル打って、その後には三振しておりますけど、5番、5打席目ではですね、14号落ちホームランを打って、待ちに待ったホームランでしたね。ありがとうございました、ミスター大谷。ということでございますので、それ以外のもね、もし今、プレーオフが始まるとしたら、ドジャーズはもう入ってますよと。ということは、大谷さんの夢が叶うということでございます。その情報。それからですね、大谷さん、これですね。大谷さん、14打席ノーアーチ。ロバート監督は心配していないということでございます。気持ちわかりますね。ということでね、またすごい、ことになりまして、非常にありがたいなと思って、やっぱりね、データも追っておりますので、少しずつ良くなってきましたので、みんなで、皆様と一緒にやっていきましょう。まずはですね、皆さんが多分ですね、多分もそうなんですけど、大谷さんのホームランを見たいんじゃないかなと思ってね。じゃあ、その5番でね、全打球を見ていただいてければと思います。はい。それでは行きましょう。5打席目。はい、どうぞお願いします。はい、どうぞ。これがストライクですね。これはあのボールが弱いのよ。でも3球目は2ストライクになってるから、これですよ。しかもアポ。アポね。一生懸命やってましたけど、出ましたね。サナエさんもびっくりしてます。ジオンが出たーって言って。これですね。みんな喜んでますね、やっぱりね。さすがだよ、大谷さんが。これですよ、皆さん。あのバレルのとこに乗れば乗っていくんですよ。ちょっとでもずったら上がったり下がったりゴロになったりとするんですよね。そうやっぱりね、あのバットが丸いので非常に難しいですよね。でもよく打ちました。おめでとうございます。ということで、皆様にいつもお願いしてるんですけど、こちら見ていただければいつも勝ち負け、ラインナップ、打席、話題と。それ人によっては暇がないので、話題だけ見たいとか、勝ったのか負けたのかだけ見たいとか、打席見たいとかっていうことは、飛ばして見ていただいても結構でございます。ありがとうございます。助かります。そして、もちろんチャンネル登録もね、QR コードがありますので、カメラで、その携帯でパチッとすれば、それも撮れますので、ぜひ、チャンネル登録もお願いします。ということで、はい、出ましたね。14号。はい、はい、はい。はい、おめでとうございます。この14もね、はい、はい。1本じゃなくて14号。はい、はい、はい、はい。これですね。はい。出ました、出ました。今度ね、これで15個出るようにまた頑張りたいと思っております。はい、ということで、皆さん、今日は昨日はこうだったですね。ご存知のように、ここ雨でですね、延期になりまして、で、昨日はね、ダブルヘッダーで、大谷さんは最初出たんですけど、それは私も、皆さんに見せて、でも、2回目のゲームはやらなかったので、情報だけちょこちょこっとありますので、ビデオはとか色はないので、それで、ここで、それもこっちにしてありますから、一応もう一回、大谷さん、ここでは出ました。ごめんなさい。この 1回目出て、2回目は出てないので、もう一つ写真がないですね。だけど、これ勝ちましたので、
この前買ったものはここに置くということで、まあスイープしましたよね。で明日ここ休み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 、おー、あ、これですね。はい、お父さん、やっとまたもう一回休みますね。それでロッキーズがやってきます、ドジャース球場にね。はい、31日からでございますけどね、どう楽しみしていただければと思っております。じゃあ36勝22敗ということでございます。合ってますですかね。まあいいという、ちょっと見ましょう、こちらの方でね。はい、昨日ですね、皆さんにお話したんですけど、結局はね、大谷さんはいないんだけど3対0で勝ちましたので、ストーンがですね、ここにあるかな、ストーン、はい、5勝2敗、前は4勝2敗だったんだけど5勝2敗になりました。はい、昨日ね、もうこれ終わっております。28日、アメリカの時間のですね、米国。そして今日がこのパキスタンね。しかしね、私ちょっと席外してあれしたんですけど、何があったんだろうかね、早めに終わりましたね彼ね。その後に他の人がいろいろまあ売ってましたけど、まあその辺また情報が入りました。まあとにかくこんな感じですね。ドジャースは1点1点1点こうやって取ってて、メイツが3点取ったんで、これ同点になったんですね。で、さあ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 ってここで大谷さんのホームランも出た、うん、それからスミスのホームランも出たりなんかして、まあここでまた6点を取った。もうその後はね、もう多分、うん、無理だろうと思って、この辺でまたもう一つホームランも出ました。まあとにかく 10対3で、圧勝しましたね。はい、おめでとうございますということでございますので、でメンバーはこういうメンバーですね。うん、パキスタンが投げてこんな感じでございましたね。この人も今新人ですけど頑張っております。で今回はスタメンで、ミゲル・ロハスも入ってたんで、彼も張り切ってショートを守ってました。彼がショート出る時にはムーキー・ベッツがセカンド行くということでございますので、それ以外の方はもうほとんど同じですね。はい、ということでございます。さあ今日はあげまーん、全部あげまーん、あげまーん、あげまーん、あげまーんという感じでございますね。14号おめでとうございます。303-0330、いいですね。これをちょっとどんどん増えていかないといけない。これもね、1000以上ということでありがたい。これですよ、アルビア38個、いきなりね38個になってましたよ皆さん。どうなってんのかね。まあこの SB はね、そのまま盗塁はそのままでございますけどね。じゃあ彼と、リーダーボードリーダーボードで見ますと、ムーキー別と、これこちらがムーキー別ですね。332、まだ2輪ちょっとね、大谷さんより上ということで、ここに大谷さんの顔が出てこない、早めに出てほしいもの。そしてね、ランツは41で彼が42から、これも追い捨て。だとにかくもうちょっと頑張ればね、ここに追い捨てまた逆転したりとかすると思う。それで本塁打は14号一つ増えました。大谷さんはもうずっとおる。そして、RBI もね、トスカ・ヘルネンデスに追いつきましたよ。だから2人が38、8ですよね。で、まあ、盗塁が13で、こっちの方もオプスも少し上がりました。とにかく、ということでございます。でも実際にこれ見ていただければと思うんですけど、ベッツは4打数0アンダーで、バービークは 1個あったから3-3-2ね。そして、大谷さんは、5打数2アンダー。ね。3つの RBI。これ大きいんですよね。はい。3-3-0-1-0-1-0。フリーマン、ちょっと残念でしたね。今日ヘッドがない。バービグ1個あるからね。バービグあると助かるんでございますんでね。スミスもまたすごいんですよね。ヒット3つで、この人も RBI が2つ取っております。296。そしてヘルネンデスがヒットで、パーヘイズもヒットで、ヘイワードも2つのヒット。ヘルネンデスは、違うヘルネンデスは2ヒット。あとラックスとローハースが、これまたすごいんだよね。4ヒット持ってるよ、ローハース。いやー、これはね、外せないね。この場でショートに来るのかなと思いますけどね。まあ、ということで、テイラーは0だったんですね。はい。で、ピッチャーの方なんですけれども、まずは、パクストンが3-0。3.0 イニング投げて、これは、イニングピッチですね。これ、イニングは3イニング投げて、ヒットは2個。で、ランは0で、ER、ね、自責の点は0ということでございます。ということは、いいピッチしたという。バーベキューも当たりじゃない。今日いいじゃないですか。三振は3つ。
で、ERA が 3.21。でもね、普通はね、5、6、7回まで行くんだけど、ラミレーズが1イニング投げて、この間あれが、ラミレーズにこうね、ハグした。彼もいい、またいいイニング投げて。それから EL、ヘルネンデスも、まあ、良かったですね。バーベキュー行こう。お、ちょっと待って。良くないですね、この人。この人で同点になったんだ。ER、自責点3点も取られました。ちょっとやばいね、これは。そしてまあもうたまらずグローブを持ってきて、あのグローブがなんとか頑張ってくれて、そしてバンダーもまあまあ悪くないですね。はい。そしてトレニアンもしっかり投げて、でヤーブローがまあセーブしたということでございます。じゃあ打席、大事な打席見ましょう。はい、もう素晴らしいね、このニューヨークの街はね。はい、5月29日水曜日、LA ドジャース対ニューヨークメッツでございます。で、この人がジェームス・ペクストンで今日はピッチしてましたね。はい。お谷さんを探してください。どこにいるか。どこにいるんだろうね。あ、いるいるいる。ここ。ここですね、ここ。私見つけました。皆さんどうですか？はい、ということでございました。1回目いきましょうか。はい、1回打席目。はい、1打席目。全球お願いします。これほら、私これ書いたんですけど、本当にほらこれだけいいバッティングしてますよ。よく取りましたね、あれで。なんかね、ダブルは間違いなかったね、いけばね、うまく。まあ、とにかく取られまして、そして2回目。これはね、これはね、ゴロのね、アウトになりましたね。このゴロはあまり良くなかったね、引っ掛けていきましたから。はい。2回打席目。これはファウルですね。やっぱほら、ちょっと後ろから来ても合流なんで、もっと前から行くと飛ぶんですよね。だそれをちょっとね、あれですけど、まあ、いろいろ調整してらっしゃると思うんですけど、3打席目は、まあ一応、ストライクアウトじゃなくて、ここはシングル、アリビアシングルですね、これ。これ、だからね、飛んでいくんですけど、ちょっとでも外れると、まあ、ヒットになるんですよね。すごく速い球投げるから。ここでラッキーにも、悪送球して、彼がね、セカンドまで行った、その後だから、これは綺麗にヒットいったの。それでまあ、これでアリビア取れたという本でございます。はい。続きまして、こちらが4。ね、4回目は三振でございますけど、どうして三振取ったか見てみましょう。はい。やっぱり内角の球ね、あの高い球と外側の低い球をやっぱりね、打とうとしてるんですよね。これ三振しましたね。やっぱり内角の球とか高めの球でやっぱりね、みんなそこだったら空振りしてくれまけますよというので、そういうところだけ狙ってるようでございます。はい、では5番。はい、14も出たところでございます。これね、2ストライクでね、ほらその後にホームラン打ったからすごいよね。これファウルしたらよかったよ。ファウルできなかったのも外側ですよ、外側。アポビッグフライ、オタニさん。彼はアナウンサーはね、左に考えてない。彼は外側に行こうとしてる。
あの打ち方は引っ張る打ち方じゃなくて、そこのままガーンと持っていくと、このベルに乗れば乗っていくんですけど、ちょっとでもずれると上がったり、まあ、下がったりするということで。14号おめでとうございます、小谷さん。はい、話題に参りましょう。今日話題はあんまりないので、これ2つだけでございます、今日はね。はい、これ。そうですね、もし今がポストシーズンになった場合は、大谷さんのもしシーズンが今日終了した場合、うん、プレーオフの写真シーズンが始まって2ヶ月が経ち、10月に行われるスリリングな対戦に期待する時期が来ました、うん、エキサイティングな瞬間や予期せぬ展開にはこと欠きませんが、それらは今シーズンのプレーオフの全体像をすでに形作っていました。うん、すでにシーズンの3分の1以上が終わったことを考えると、今日シーズンが終了した場合のプレーオフの対戦がどのようになるかを予想する時が来ました。うん、全ての統計は火曜日の試合までのものです。アメリカンリーグ、うん、ガーディアンズ1とヤンキース、これガーディアンズですね、クリーブランドガーディアンズ、ワイルドカードシリーズの組み合わせ、うん、ツインズ6対マリナーズ3、うん、ロイヤルズ5対オリオールズ4、ナショナルリーグ、これ違うね、フィリーズ1とドジャース、フィリーズ、はい、ワイルドカードシリーズの組み合わせ、うん、ジャイアンツ6対ブルワーズ3、パドレス5対ブレーブス4ということでございましたね。まあ今現在だったらニューヨークヤンキーズとクリーブランドインディアンズと、シアトルマリナーズ、そしてフィラデルフィアフィリーズ、ミルウォーキーブルワーズ、そしてエレドジャース、大谷さんがいるところですね。そうするとあと日本の方がいるところはどこなんですかね。あれ、まあ今のところだったらね、あそこ入ってないんですかね、翔太さんのところ。まあちょっとね、あとはあそこ翔太さんは あのあそこですよね、あのシカゴカブスですよね。でサンディエゴパドレーズもいないですけど、まあ今のこれはね、あくまでもわからないので、それこそ吉見さんが言われるよ、当たらぬも八景、当たらぬも八景、そこは予想はするな、予想は遅いよなんて言われちゃうから、まあ一応 MLB がねこのようにしてやっておりますんで、一応伝えなきゃいけないってものにはね。あとこれですね、私はね、これが最後のあれなんですけど、皆さんがねこのバットで明日あたり打ってくれないんじゃないかな、打ってくれるのは楽しみにしてたんですね。そしたらなんと5イニングがそこにやってくれましたからね、ありがたいものでございます。はい、どうぞ。大谷首位打者陥落 &41 打席のアーチロバーツ監督、明日出場する、うん、心配していない、心配していない、うん、米大リーグドジャースの大谷翔平投手29、パ・メッツとのダブルヘッダー第1試合に2番 DH で出場し5打数無安打。第2試合は出場機会がなく今季3度目の欠場となった。チームは第1試合は延長10回を5対2で勝利し、連敗を5でストップ、うん、第2試合は3対0で連勝した。厳しいコースに手を出し、打球は外野に飛ぶことさえなかった、うん、確かにね。大谷は空振り三振、1ゴロ、空振り三振で5打数無安打。打撲した左太もも裏の状態が心配される中、快音の気配がなかった。彼は 100% に近い、うんうん、太ももの具合が悪いわけではない、うんうん、併殺打を免れようと懸命に走った、うん、その気持ちは素晴らしいリスペクトだ。お、試合後ロバーツ監督は大谷について8回1四1二塁でユーゴロを打った際の全力疾走を評価、うん、さらに29日同30日午前5時10分開始の次戦では大谷は明日出場する、お出てましたね、心配していないとスタメン起用を明言した、うんうん、指揮官は心配無用を強調したが打撃の状態は急降下だ。確かに、ね、16日同17日のレッズ戦の1回牽制球が左太もも裏を直撃して以降
打率点186、43打数8安打と明らかに調子を落としている、うんうん、打率点329で首位打者から陥落し、ナ・リーグ3位に順位を下げた。大谷は前日、患部の状態について日に日に良くなってきている、スイングにそこまで影響はないと話していたが、本塁打は17日、同18日のレッズ戦以来9試合&41打席で不発、うんうんうん、ノーアーチの打席は今季最長となった。指揮官はここ1週間から分析するなら引っ張りモードで左中間に運べていないと凡打の理由を語った、うんうん、第2試合はスタメンを外れそのまま欠場、うん、休養を優先し現地時間午後4時10分開始の3連戦の最終戦に備えた。メッツの本拠地シティフィールドで本塁打を放てばメジャー26球場目。不振脱却と懸念払拭のアーチを狙う。ということで見事にその14号が出ました。やっぱりね、ロバート監督がですね、まあちょっと彼休ませてそれから出しましょうということで、フィーリングもタイミングもバッチリやってきましたね。はい、ということでございます。はい、ということで皆さん、ぜひ私のコーナーの、QR コードで、チャンネル登録とぜひコメントをお待ちしております。はい、じゃあこれちょっと戻っていったらさよならする時間が今日はね、もうどん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 。はい、今現在で、もしプレーオフになったら、LA ドジャースが入ってて大谷さんの夢叶えますということでございましたね。そして大谷さんが5打席目、これは違い、あ、そうですね。5打席目、14号をアポに打ちました。素晴らしかったですね。はい、そして、4打席目は、まあ、あれでしたけど、三振でしたけど、3打席目はですね、こっちの3打席目は、あれやりましたね。これに、3ですね。RBI シングルということで、全部で RBI は3つ以上取っております。3つですね。はい。はい、1打席目は、まあちょっとね、綺麗に打ったけど、残念でしたね。はい、ニューヨーク、メッツの綺麗な街でございます。それでは、まあ今日はもう綺麗に上げ間になったので、明日もこの調子でぜひお願いしたいと思っております。そういうわけでございまして、皆様とさよならは、ここのコーナー。はい、ここでございます。はい。それでは皆さん、See you later!Alligator! See you later, alligator! それでは皆さんまた明日、お目にかかります。どうもありがとうございました。